インパルスネーション。本日の動画はですね、ライブの告知ということでございまして、はい。はい、こちらの百合浜夏祭り。インパーソネーション。SI ガファーズでございます。来る2022年7月30日、土曜日ですね、19時45分より、大体3、40分ぐらいですね、泊まり夏祭りのフィナーレを飾ります、花火のライブ配信をさせていただきます。配信開始はですね、冬の花火と同様になんですが、少し前からの時間となりまして、泊まり夏祭りのご紹介などをさせていただいた後にですね、花火をお楽しみいただくという趣向でございます。この動画が公開される頃にはですね、ライブ配信用のスペースを用意いたしますので、よろしければリマインダー設定をしていただきますと幸いでございます。なおですね、当日天候によって花火が上がらないこととかですね、機材に不安があったりした時にはですね、配信を中止させていただくこともございますので、何卒よろしくお願いいたします。鳥取中部にお住まいの方はですね、当然直接お越しになってですね、肉眼で見た方が綺麗ですし、インパクトもありますしね。またね、地元のケーブルテレビの TCC さんでも花火の中継をするのかな、私の YouTube チャンネルでご覧になるよりも、TCC さんの綺麗な映像でご覧になった方が臨場感も伝わりやすいかと思いますので、さまざまなご事情によってですね、TCC さんの、花火中継をテレビでご覧になれない方とかね、私のように、テレビをそもそも持っていないような方ですね、よろしければ私のチャンネルで花火をお楽しみいただけたら幸いでございます。百合浜町の夏祭りの一つであります水郷祭はですね、先日の7月の17日に行われまして、この時にもね、花火が上がりました。百合浜町はですね、平成16年2004年に、ハワイ町、トマリソン、東郷町と3つの町村が合併してできた町でございましてですね、合併前にはそれぞれの町が競うようにして夏祭り、すみません、あんまり喋ると当日喋ることがなくなってしまいますのですみません、このぐらいにさせていただきます。ということでございまして、来たる7月30日土曜日ですね、19時45分より、3、40分のライブ配信を、いたしますので、ご覧いただけましたら幸いでございます。SI がファーストでございました。失礼します。インパルスネーション。